JR 東日本が新幹線を使った自動運転の実証試験を初めて公開しました。現在、ATO による走行を開始しました。運転士は座っているだけで加速や減速などの操作を一切していません。JR 東日本は先月29日から初めて新幹線を使った自動運転の実証試験を行っています。今日未明には自動列車運転装置を載せた最新の新幹線 E7 系が新潟駅から車両センターまでのおよそ5キロを3往復しました。JR 東日本では今後、運転士の確保は難しくなると想定されることなどから、将来的に運転士のいらないドライバレス運転の実現を目指しています。